バタフライテーブルトイレにて折りたたみ式家具は折りたたみ式の家具。エジプトでは遅くとも中央国時代に折りたたみスツールが登場していたという。これは X 字型のフレーム構造のもので、後に似たデザインのものがギリシャやローマ、さらに中世ヨーロッパでも見られるという。ギリシャにおいてはディフロスと呼ばれた。キャンペーンチェアと呼ばれるものも登場した。 これは従軍用椅子と訳される場合がある。ウェリントン公爵などが使用していたという。陸上の戦地以外に、航海の場でも折りたたみ椅子は、重宝された。ホレーショネルソン提督は、ビクトリー号の甲板で、マホガニー材の折りたたみ椅子を愛用していたという。1815年以降イギリスでは、平和が訪れ、居留地への海外旅行が再開。 そこへ持っていける折りたたみ家具の需要が拡大したという。古代中国でも前日の国家と同様、折りたたみスツールは高級な椅子の部類であり、尊厳と権力の象徴でもあったという指摘がある。新井武氏がデザインしたニーチェア X は畳んだ際に自立する設計になっている。ニューヨーク近代美術館にて永久収蔵が認められた。福祉用具としての椅子にも、 折りたたみ機能を持つものがある。安全面重視の観点から、製品の固定性試験、耐落下衝撃試験、折りたたみ機構部の耐久性試験などが実施されている。ありがとうございます。